い、皆さんこんにちは、ワナリングルビジです。では今回は This is a Police の167日目、もう年末ですね。12月28日になります。早速続きをプレイしていきたいと思いますが、レッカー車の陽性殺到で対応しきれず、街で野良犬が増加、年末の土曜日なんでもう多くのところは連休に入りますよね。28土曜29日曜で30、31っていう形でね、年末年始の休暇におそらく入ってると思うんですけど、あとは高齢市民がスリに絶叫という3市の長官です。で前回ですね、署員たちの政治的見解、政治的立ち位置をしっかり確認することができました。ゲイは今日も来ないのか。ゲイはこれダメだな。レイグッドは徹夜で探偵小説ネプチューンの最後の誘惑を読んだのですが、まだ読み終えていないので、最後まで読みたいんですと。いやもうちょっとまともな理由で言ってほしいからダメ。フィッシュバック、昨晩家が火事で全焼してしまったんですが、父がまだ中にいたんです。心の整理をして葬儀の手配をしなければならない。こういうのはね、休んでいいですよ、もちろん。さっきのね、あのレイグッドみたいな小説の続きを読みたいとか、そういうのはちょっと勘弁してほしいなって感じですよね。気持ちはよくよくわかりますけど、ここは心を鬼にして働いてもらおう。じゃあ早速なんですが、まずは謝礼を受け取って40万ドルを回復したいですよね。でリクエストは却下。こっちはおっと、他のやつも却下になってたら苦しいんだけど、却下か。全却下だな、この感じだと。全却下だね。まあしょうがない。まあ市長とはね、対決してよ、明確にしましたからね。じゃあここはレイプ犯か。ハナ・ネルソンという女性が学生パーティーでレイプされた。ここはじゃあちょっとエロそうなシャローに行ってもらう。主任刑事としては。で襲撃準備の方ですが、工場現場、アントニオ・メンデスっていう現場監督ですね。これは3人行かれせる必要があるのか、ただ、政治的見解の立ち位置が違う2人を行かせていいのかっていうのはちょっと分かんないですけどね。で介護施設の方はどうなってるかというと、2人必要なの？ 2 人今出す余裕ないんだよな。では先に薬物の製造の方に行きましょう。ブコフスキー夫人は隣人のトレーラーから奇妙な匂いがし、煙が上がっていると通報。何を作っているのかわからないけれど絶対に違法なものだと思う。これはスルーだな。なんてことはないものだと思う。で1人死んでるんで、シフト A チームの方に人を追加しましょう。一番能力が高いやつがいいんだけど、そうなるとリアム・ドット、ロジャーズ側の人間か。ここは、ロジャーズ側ではない人間、つまり青い人、緑かな、ロベスピエール側の人間を雇っていきましょう。これをシフト A に追加します。さあ暴行事件です。チップをくれない客にウェイターがゲイド。その男はフォークをつかむと客を追いかけ、喉に突き刺してやるぞと脅した。チップをあげないでこうなっちゃうの、なんかちょっと怖いな。タイはねチップの文化があるんで、チップをねもちろん置いてくるようにはしてるんですが、しかも市民に死亡が出てるか。最初だったし、しっかり派遣した方が良かったかもしれないですね。今更ながらですけど。レイプ事件の方はね、ぜひ犯人捕まえたいけど、ちょっとまだまだ捜査始まったばかりなので、スキップして先に進みましょう。自動車の強盗事件。
総合病院の救急車が強奪、銃を持った男が車道に現れ、救急車の正面に立ち下がった、そしてドライバーの中から引きずり下ろすと救急車を奪って走り去った。救急車なんかだとね、 GPS とかついてそうで、なんか逆に危ない気するんだけどな。ジャスティン・フローレンスが死んだが、これなんかちょっといろいろ死亡が多すぎるな。最近ね、署員の死亡事故が多すぎる。なんか偶然というよりかは、なんかやっぱ殺されてる気がしますよね。ウェイターフォークを振り回して怯えている年配女性とその孫を脅している。唐辛子スプレーを使うか、テーザー銃でウェイターを撃つか、ベジタリアンのメニューはありますかと聞くか、まあ銃で撃ちましょう。さて、じゃあ現場監督の意見を聞いておきましょう。法廷の屋根から雨漏りしたということで、その修理の依頼を受けたんです。素早く丁寧に仕事をしてほしいということで、市役所から大きな金額を提示されました。ところが実際にはその半分しか払ってくれない。今でも昨日のことに思い出します。仕事が終わる直前に法廷の屋根に立って市長のオフィスを見ながら思ったんです。あの強欲な嘘つき野郎に銃弾を打ち込んでやりたいってね。なるほど。ってことは狙撃犯を裁判所の上に配置しよう。じゃあ介護施設の方に2人送れますね。これで管理人アシスタント2ヶ月前に定年退職と。さすがディクソンだな、一人でしっかり事件解決してくれたね。フローレンスが死にましたからね。カメラを持って茂みの中に座っている不審な男について、マルドーナ夫人から通報。気味の悪い男が女の子たちの写真を撮っている。これお父さんとかそういうオチなんじゃないかなって気するんだけどな。まあマイリーにゲイを送っとくか。本当もう一人のゲイが全然働かないからな。さてこっちの方はダンススタジオですね。新作が出来上がったのがあんたのばかり、バックボーカルお願いしたい。乱暴そうなやつを何人か選んでくれ。そいつらには酒を好きなだけ振る舞うし、あんたには金をやる。とにかく本物を求めてる。分かるよな。いや悪そうなやつが残ってないんだけど。今残ってるのはフロリド、バーディー、フラワーズにバンダール。いやフロリドはねちょっとこわもてイケメンですけど、他2人は全然ダメだから断ろう。そもそも警官に余裕がないしね、フローレンスが死んだ今となっては。と思っていたらどう、これを見るといけるな、いけるぞ。フロリド、ディクソン、さらにビアード。これなかなか怖い3人が送れるんじゃないか。これでいきましょう。これでさあ、もう事件はいらないけど、とりあえず戻ってきてもらいたい。やっぱり偽の写真か、写真じゃない、合法でしたね。では器物破損ですね。悪魔教会の群衆がトウモロコシの記念碑に、トウモロコシの記念碑の周りに集まった。記念碑に黒のペンキを塗ると、これは悪魔の豊穣の象徴だと宣言した。何言ってるか分かんないけど、とりあえずバーディーとレイグッドに行ってもらおう。この2人優秀どころの2人なんだけど、まあ、バンダールに行ってもらう。バンダールは最悪死んでもいいっていう判断でね。視聴者からですね、武装グループが視聴者を襲撃、職員を全員殺すという内容の脅迫状が届いた。こういった脅迫は日常3時なんて驚いてはいないが、安全確保のために警官を配置してほしい。今ねいないんだ、残念ながら2人。さあレンタルビデオ店、ビデオ店のオーナーから数人の若者がアクション映画を T シャツやズボンにこっそり隠して素早く出口に向かったと通報。オーナーは彼らを追いかけて1人を捕まえたが、他は取り逃がしてしまった。この窃盗犯を引き取りに来てくれ。この愚か者は判別を書いているから、残りの奴らについても口を割るだろうと。じゃあここはまあゲイとマイリーに行ってもらうしかないんで、ゲイとマイリーにもう一回出動してもらいます。さあリクルートしましょう。そうするとソニーボンズかな。
これをシフト A に入れよう。フローレンスの代わりですね。所長、ありがとう。とても楽しかった。ビアードはなかなかいいものを持っているってトランプさんは言ってました。アルバム全曲に彼を使うそうです。もう職場で会うことはないでしょうね。ビアードは去っていったか。で、3000ドルね。これで40万ドル回復したんじゃないかな。39万8000ドルか。もうちょっとだな。犯人に逃げられてるの？まあちょっと折り合いが悪かったんだな、この3人はね。ロジャース派とピエール派で分かれてますからね。じゃあちょっと襲撃の方を見とかったんだけど見れなかったか。ポーカーの誘いが来てる？ポーカーに行こう。まあ1万ドルでいいかな。さてと、まあここはベッドだな。レイズにコールにホールドかけてきた。ここはコールしとこう。ワンペアじゃ勝負にならないよな。ここがホールドだな。まあそうなるよな。ホールドしとこう。ジャックになったけど、もうここはね負けを膨らまさないっていう作戦でいこう。ここぞという時を待つ。まあここも勝負にならないな。ノーペアじゃ勝負にならないからね。ワンペアか。ワンペアも厳しいな。まあただここはホールドしとく。ノーペアじゃ勝負にならないよね。この時点でのノーペアで。で、ワンペアでしょ？どうしようかな。いや、ベッドはないけど、まあベッド押しちゃったんでベッドだな。せめて2か、2ペアか3カードにしないとね。ワンペアじゃ話にならないよな。これ最後の勝負にしよう。これで勝てなかったら終わりだ。話になんないな。ワンペじゃ話になんないよな。まあ2ペア2ペア出してきてるもんね。ここは負けが膨らむ前に撤退しよう。ちょっとポーカーは向いてないな。
はい、というわけで168日目プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回は167日目のプレイですね。次回は168日目プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。